これを見ずして年は越せません。スーパースターフェスタ2022スーパースタートライアル戦の1回戦、2組目12レースを迎えます。1番青山周平、2番荒尾聡、3番二村飛龍、4番有吉達也、5番篠原敦史、6番松尾博文、7番中村正人、8番高宗良治、以上の8名による12レーストライアル戦4100メートル8周競争。11レースでは鈴木圭一郎が勝利しました。上がりタイムは3秒32という新走路ならではの超速ラップが出ました。さあ12レースはどうなるのか。前期ナンバーワン青山周平、もちろん鈴木圭一郎の3秒324に触発されているに違いありません。ポジションも同じ1コース。さあここでどんなパフォーマンスを見せるのか。今大会はスーパースター王座決定戦4連覇がかかる大会です。スタートまで10秒前、12レースの発走でございます。ランプが消えました。スタートまで3秒前、スーパースタートライアル第12レーススタートしました。インコースからさすがは青山周平、トップスタートであります。さらにセンターから4番の有吉も好ポジション。相当からかましてくるのは高宗、受け止めるか荒尾。中段5番手には中村の姿があります。そして松尾博文、遅れを取りました篠原と二村飛龍。二村は最後方からの競争になりました。まくっていく高宗、荒尾の前に上がるか。レースは2周目に入っています。先頭は青山周平だ。4番の有吉が2番手の位置、高宗良治が3番手の位置。さあスーパースタートライアルで見せ場十分の高宗。そして4番手、ここで松尾が内を刺そうとしておりますが、荒尾が抑える、荒尾が抑える。その後ろ中村が現在5番手の位置。残りの6周回であります。青山周平がレースをリードしています。4番の有吉、つかず離れずの距離関係であります。さあここからインコース攻めてくるのは荒尾。3コーナーから4コーナーで高宗を突破しました。これをじっくり見ているのは6番松尾博文、5番手の位置。残りは5周回、青山周平がレースをリードしています。じわっと4番の有吉が差を詰めています。3番手は荒尾、4番手高宗、5番手には6番の松尾博文、その後ろ中村、そして3番の二村飛龍が現在7番手の位置。最後方が篠原敦、残りは4周回です。青山周平がレースをリードしていますが、ぶっちぎるような展開にはなっていません。ここでもまたさらに間隔が縮まりました。先頭2番手の距離関係であります。そして4番手、8番の高宗を突破、6番の松尾博文。さあここからが大変なんです。残りは3周回、まもなく青山に追いつこうという4番の有吉。ただ追いついてからが大変だ。1番の青山が先頭だ。2番手有吉、3番手は荒尾聡という体勢になりまして、この3、4コーナーのカーブで青山に追いついた有吉、明らかにエンジンは強めであります。さあ残り2周回、 1000m を切りました。青山周平が先頭だ。2番手は4番の有吉、3番手は2番の荒尾聡という体勢になっています。先頭争いはその差は1車身半、わずかに青山が優位に運んでおります。4番の有吉が追走する1番手、残り1周のブルーフラッグ、体勢変わらず青山がレースをリードしています。さらには3番手から荒尾が、4番手から松尾がそれぞれ差を詰めてきていますが、順位は変わらず。さあ3番手の荒尾に6番の松尾が猛チャージであります。最後は切り返しの体勢に入ろうというところ、立ち上がり滑りました。青山が押し切ってゴールイン。青山が逃げ切りました。12レースのトライアル、2番手ゴールが有吉、3番手ゴール荒尾、そして松尾博文の順です。1番4番2番という通過順位になりました。以上12レース実況でお伝えいたしました。おめでとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。それでは早速お話を伺っていきます。初日トライアル戦勝利で収めました。今のお気持ちお聞かせください。とりあえず初日1着で、ゴールできたので良かったです。トライアル戦初日臨みましたが、どんな思いで臨んだんでしょうか。そうですね、不安がいっぱいあったんですけど、なんとか、枠も良かったのもあり、スタートも良かったので、なんとか1着でゴールできました。そして試走は 3.28 でした。手応えいかがでしたか。そうですね、試走は感じよく乗れたと思いました。はい。ゼロオープンの1枠からのスタート、
キレはどうでしたか？悪くなかったんじゃないかと思います。練習含めてスタートのキレどうでしょうか？昼と夜と見え方が少し違うんで何とも言えないんですけど、遅い時間帯にレースするんで、まずまずかなと思います。そして川口の走路は2回目となりましたけれども、乗り味どうでしたか？前回来た時よりは、乗りやすさはあるんですけど、まだ新走路と小マフラーっていうので、かなり戸惑いというか、わからない部分が多いです。いや、明日に向けては整備はどう考えていますか？ちょっと時間あるので考えます。タイヤは今日のタイヤいかがでしたか？悪くはないと思うんですけど、さらにいいタイヤ、見つけたいなと思ってます。はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、明日も、スタートからゴールまで全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。見事トライアル戦12レースで1着となりました青山周平選手でした。青山選手退場となります。1着1番2着4番3着2番以上でございました。